はい、どうも皆さんお疲れ様でございます。ダーポンです。ダーポンが実況するレインボーシックスシージ、マルチプレイですね。今回やっていきたいと思います。ステージはクラブハウスでエリア確保やっていきたいなと思います。この動画がおそらく50回目のレインボーシックスシージのね、動画になりますんで、まあ次回のシーズン、まあ、というかまあいろいろね今後も拡張される予定ではあるシージの方をね今後とも楽しんでいこうかなと思います。区切りのいいね、50回目の、ゲームになりますんで、まあ一生懸命ね、勝てるように頑張りまーす。さて、集中してね、頑張っていこうかなと思います。スレッジ、ジャッカル、モンターニュ、IQ、そして、今回はね、僕の方はグラズを使って、戦っていこうかなと思います。さてじゃあ索敵していきましょうかね。いきますよ。50回目は勝ちたいからちょっと口数少なくなっちゃうかもしんないけど、まあ一生懸命ね、やっていきたいなと思います。これ地下かな、わかんねえな、下かな。あー下だね。よくやった。バイオハザード物質を発見した。ナイス。ここか。5秒。あーどうやって守ろうかな。守ろうかな、じゃあ攻めようかな。バイオハザード物質を発見した。難しいぞ。さてさてさて、まあ、開幕来られることはねそんなないから。カメラは破壊しよう。どう来るかな。とりあえずここは終わって、ジャッカル、モンターニュと一緒に行こうか。カプカンのトラップで怖いね。 OK、 カバーしとくぜ。怖いね。撃たれた？倒した。ナイス！ナイス盾。さすがモンターニュ、頼りになるぜ。後ろは任してくれ。カベーラ先に倒せたのは大きいね。ナイスショット。敵に発見された。どう来るかな。階段から上がってくるか。どっかにカメラあるな。よいしょ。なるほど。慎重に行こうか。じゃ上で足音すんな。あの子に切り替えとこうかな。あ、 IQ か。 OK、 慎重に行こうか。3人で行こう。3人でカプカンのトラップ気をつけてね。階段カバーしようか。仕掛ける。いやートラップ引っかかったねー。合流してくれた。OK、 カバーしたいね。いたな。倒した。 OK、 壁抜きだぜ。この壁ね、グラズのやつだとね、割れますから、諦めないでください、皆さん。大丈夫？ OK。
こっか。敵が動いた。脅威を排除し、容器の確保を再開しろ。ナイス。あとどっかから来るぞ。やられたな。浮いてやられた。容器を守れ。ナイス。敵部隊を排除した。うわー、ありがとう。いや、モンタイにしてありがたかったかな。ナイスです。いやー、ナイスナイスナイスカバーです。いやー、緊張感あるね。やっぱグラズは難しい、近距離当てるのは。さて何で行こうかな。このステージエリア確保だったらミラの、やつがいいんじゃないのかな。よしよし、頑張っていきますよ。さて、行きましょう。こことりあえず外張ろう。いやー、どう行こうかな。どこ守る。ここ一番守りづらいぞ。どうしようかな。どうしようどうしよう。ここも張れるな。よいしょ。外に行くこと、内側に1個欲しいね。よし、ここに貼ろう。突入まで10秒。いいよ、こいしょ。残り5秒。よし、まあ上で待つっていうのも手だけど。敵部隊がバイオハザードを発見。ここに置いとこうかな。よし、もう来るよ来るよ来るよ。もうこれだ。くっそ、怖え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 。後ろ気をつけて。怖いな、超怖え。早い、こっちにあればよかった。気をつけてね。あー、超怖えぞ。どう来るかな。やられたな。こっちは来ないね。来そうな予感しかしないけど、倒した。ナイス、味方味方ナイス味方ナイス。上かな、ここで張ってるか。この階段来そうなんだよね。ナイス、あぶねー。あ、そうすんな。こっちから来る、来そうな予感しかしない。ん、どこで投げ込んでる。バックか。どう来るかな。いや、こっちから来そうな感じ。あー、どっちから来るだろう。出れなくなっちゃったな、こっから。階段かな。バルキリーの人階段見てくれてるね。倒した、よし。足音聞こえたよ、上で。よかったー。よし。ちょっとエイムバラついちゃったけど、うまくヘッドショットで倒せましたね。いやー、緊張した。よし、じゃあラストですね。何使っていこうかな。まあグラズでもいいんですけど、ちょっとね、何使おうかな。 IQ 使おうかな。どうしよう、迷いどこ。接近戦だとあれなんだよね。いやいや、もうやっぱりお気に入りのグラズで行こうかなと思います。
イオハザード物質を見つけろ。よし、さあ行きましょう。さあどこかな。3階だとねグラズ戦いやすいんですよね。さっきの位置だとどうしても戦いづらいですね。地下はやっぱりあのロングレンジが確保できないので、本当はね3階とかがありがたいですね。さあ2階のどこ、ここね。オッケー、ここはね開幕顔出してくれるとグラズでワンチャンヘッドショットで倒すことができるので、ただカプカンがいるのでその辺のトラップは気をつけていきたいですね。ちょっとモンターニュの人がかなりうまいので、お上手なんでね、ありがたいことに、まあ、モンターニュの方と一緒に飛び込んでいければいいかなと思います。あとは開幕ですね。やっぱり開幕気をつけていこうかなと思います。ここ上からね狙えるんで、この辺から仕掛けてもいいんじゃねえのかなと思いますね。ナイスクラスターチャージ。ミラのカバーがそこにあるね。どう行こうかな。ここだと丸見えですね。今早めに移動したいですね。よいしょ。ここまで行く。ただね、そこから狙われるんですよね、ここ。どうしようかな。ラペリングしたいな。よいしょ。ラペリングして、ここ割りたいですね。ここ割ってくんねえかな。誰か割ってくれ。ここ割ってくれ。誰か、ここまでくれ。割るか。ナイスショー。ここ割ってくんねえかな。割ってくれ。で見てる。これはちょっと狙えねえな。どうしようかな。オッケー、ナイス。それじゃな。ナイスショー、ナイスショー、ナイスショー、ナイスショー。おーおーおー、終わってくれるかな。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。一人落ちたね。ナイスー、素晴らしい。いい動きしてくれたね。あー、ナイスショット、ナイスショットです。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。無事50回目はね、完全勝利で終わることができました、非常にね今後とも、連邦シックスシーズですね、レベルの高い試合ができるんじゃないのかなと思います。非常に楽しみですね。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。ほんじゃまたね。